はい、こんにちは。この授業は今日から新しく始まるんですけれども、東大の国語の問題の第2問の古文を扱っていきたいと思います。古文の勉強をするときに、まず皆さんが過去問を解こうと思ったときに問題手に入れて、問題読んで、答えを自分で解いて答え合わせすると思うんですけれども、その一連の勉強の中にどうやってこの授業を取り込んでいってほしいかっていうのを最初の、このビデオでは、お話ししたいと思うんですけれども、まず、問題手に入れて解くっていうところまでは一緒なんですけれども、授業を見ていくうちにいろいろ覚えたこととか勉強したことがあったら、その都度その都度覚えて、どん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 解き方っていうのを変えていってほしいなっていうふうに思ってます。で、あと解くときに問題になってくるのが単語だと思うんですね。古文でわかんない単語が出てくると一気に読めなくなっちゃったりとかするんですけれども、じゃあ単語知ってないといけない、知らないと絶対読めないんですけれども、どの程度覚えたらいいのかとか、どうしてわかんない単語が、ないっていう状態にまでいけるのかっていうのがよくわかんないと思うんですね。じゃあ単語はどういうふうに勉強すればいいかっていうと、これは、絶対に、最低限のもので絶対大丈夫なんですね。最低限のもので、最低限っていうのはどんなものかっていうと、本当に哀れなりとか糸とか眉とかそういうものでいいんですね。悲しとか愛しとか本当に最低限でよくって、何をポイントに学習してほしいかっていうと、その単語がいいイメージなのか、プラスのイメージなのか、マイナスのイメージなのかっていうのに注目して覚えていけば、どん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 、難しいものまで覚えなくても分かるようになると思います。あと単語について、じゃあ最低限ってことは何か足りないんですね。上の方の単語の意味を類推するっていう読み方、この読み方で単語の不足分を補ってほしいんですね。で、この読み方っていうのは2回目以降の授業でやっていくので、どん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 、身につけていってほしいと思います。あと答え方なんですけれども、東大の採点基準は公表されてないんで何点か分かんないですね。あと点数開示はありますけど、どこのポイント入れたら何点なのかとか、漢字間違えたらマイナス1点なのかとか、そういうのは公表されてない。ってことは、じゃあ答え方どういうふうに自分で、考えていけばいいかっていうと、分かんないんですけれども、とりあえず絶対に失点をしないためにはポイントが抜けてないことが絶対必要ですよね。例えば主語が抜けてたら、東大は主語が抜けてたらマイナス2点とかマイナス1点とか出てないんですけれども、でも絶対それが主語がある人の答案と同じ点数をもらえるってことは絶対ないので、ポイント絶対抜かさないっていうことを、注意しながら答えてください。で、答え合わせするときにはポイントが抜けてないのかどうなのかっていうことを、判断基準にして点数をつけてほしいと思います。答え方、ポイントが抜けてないか意識して答え合わせで抜けてたらすごい、大反省してほしいなっていうふうに思っています。あとこの授業では過去問の解説をしていきたいんですけれども、解説をするってことはその前に、例えば2000年の解説をする授業だったら2000年の過去問を自分で絶対その前に解いてください。で、自分で考えたこと、例えば何だろう、この読み方を使ってこの単語の分かんない単語を類推したなとか、そういう自分の思考過程っていうのをまず自分でちゃんと覚えてください。その上で授業を見た上で足りないものは補っていく、合ってたものは、あ、よかったっていうふうに確認して、あとは間違ってたら覚え直しをするっていうふうに、まず自分の勉強あってからの授業だっていうふうに、効率的に利用してほしいなっていうふうに思っています。じゃあ2回目の授業から、2000年の解説をしたいと思うので、2回目の授業も見てくれる人はその前に、2000年の授業を、授業じゃないですね、2000年の過去問を解いてからやってみてください。じゃあ、授業についてはこれで終わります。